皆様こんにちは、愛です。本日は Get Ready With Me を行っていきたいと思います。私のビデオを撮る前の準備によろしければお付き合いください。ということでね、いつも通りお下地を終わらせてまいりましたので、どんどんと進んでいこうと思います。今ね、10時10分過ぎぐらいなんですけど、本日はですね、お昼までにはね、ゲットレディ終わらせたいなと思っておりまして、普通にね、お化粧するのは別にそんな時間かかんないんだけど、お話ししながらとかカメラのフォーカスとかね、いろいろ思いながらやってるとね、やっぱね、2時間下手したらトラブったりとかしたらね、3時間ぐらいかかるんですけど、まあなので、おしゃべりしつつも手を動かすのは早めにっていう感じで頑張っていきたいと思いますが、まあというのも、お父さんお昼休憩だいたい12時過ぎぐらいから撮るので、その前にはね、ランチね、準備したいなと思っておりまして、ファンデーションはいつも通りこちら使います。ビューティーフレッシュですね。今日はね、サニクは今窓際でお外見てますね。今日曇り空でね、お日様出てないからね、あったかくないんだけど、やっぱ午前中の方が小鳥がいっぱい来るから、お外見るのが楽しいみたいでね、今うち全然小鳥の餌入れてないんだけど、それでもね、鬼は来てなんかつついたりとかしてるからね、ミミズとかいるんじゃないかなと思ってるんですけど、あとファウンテンのお水を飲みに来てる、いっぱい飛び交ってるので、窓際でね、まどろみながらね、小鳥を観察してますね。それはもうサニクの日課だからサニはほんと小さい時から小鳥が好きだね。鳥見てすごい興奮するタイプ。まあなので、カラスとね、喧嘩したことがありますけれども、あれは山梨住んでた時ね、当時のアパートのね、大家さんに助けてもらいましたが、カラス2羽だったからね、2対1で卑怯だぞ言うて助けてもらったらしいんだけど、まあでもサニの方が優勢だったみたいですけどね。ただほら、カラス空飛ぶからね、逃げるのは上手だからね。まあまあ、サニクの武勇伝はあれとして、いや言ってるけど、オミはお父さんのお仕事と監視をしております。まさからもう張り付いてね、後ろくっついて歩いてね、お父さんゲストルーム締め切ってね、お仕事してるんですけど、もうぴったりくっついて一緒に入っていきまして、ちゃんと仕事してるから見てるみたいですね。まあお父さんもね、オミくんあれだからって言ってね、にゃんこちゃんのブランケットね、持ってきてベッドの上に引いて、ね、オミくん寝やすいようにセッティングしてくれてましたが、なんかサニクが興奮しておしゃべりしてますね。サムちゃんはね、いつも通り安定のソファーの背もたれで寝寝しておりますけれども、時折ね、思い出したかのように、お父さんいるわねってなるみたいで、ゲストルームのドアカリ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 引っかいてね、入れて入れてしてね、で入ったら入ったで、ね、別にお父さんと邪魔するわけでもないんだけど、ベッドで寝床作ったりしてね、結局面白くなくなってね、お外出る言ってね、すぐ出てくるんですけど、まあそんな感じでね、お父さん在宅勤務始まってからですね、みんなね、過ごしておりますね。まあということで、ベースこんな感じでいいかなと思いますので、眉毛描いたりなんだりして戻ってこようと思います。それではね、なんだりかんだりやってまいりましたので、アイメイク進もうと思うんですけれども、本日はこちらを使おうと思います。ナターシャデノーナのミニライラーパレットですね。このようなですね、5色の入ったパレットとなっておりまして、まあ春っぽいカラーではないかなと思うんですけれども、こちらね、使っていこうと思います。ということで、まずはね、こちらのカラーですね。これはブレディアムツールズの平たいブレンディングブラシです。いつも通りクリースオーバーするぐらいまで入れていきます。サニクがリビングのパトロールから戻ってきましたね。午前中のコーヒーブレイクでバナナ食べるとか言ってましたけど、まだね、コーヒーブレイク取ってないんじゃないかなと思うんですけど。にゃにん。お、ベッド乗ったね、サニクね。エルフのこのクリースブラシですね、に持ち替えて、こちらのカラーですね、取りまして、ふわっとね、今塗ったカラーにふわっと重ねていきます。ソフトブラウンっていうのかな、あのカラーはもうベースっぽい感じで、ふわっと重ねて、もう一回先ほどのソフトブラウンのカラーをクリスピンポイントに乗せます。これでちょっと深みと奥行きが出てくれたんだけど、わかるかな、わかりづらいかもしれないけど、ふわっとまたね、さっきのクリースブラシでぼかして、こんな感じかな。洗濯機が元気になってきましたね。この真ん中のカラーですね、リアルテクニクスのアイシャドウブラシ、目尻から入れて締めていきます。ちょっとぼかしつつですね、入れていって、で多分もうちょっとね、濃くしたくなるかなと思うので、まあ、あらかじめもうちょっと濃くしておきます。
今はこれでもよくてもね、メインのカラーを入れると、あ、やっぱり締め色足りないなって思うんですよね。ブルーのカラーですね、ウェットワイルドのコンシーラーブラシね、目頭から入れていきます。すごい綺麗。なかなかこういったカラー使わないからね、普段ね。締め色入れたブラシでこの境目をね、ぼかすような感じで微調整して足し算引き算ねしていきます。めっちゃ綺麗じゃないこのブルー。普段使いで取り入れるのはやっぱちょっとラインっぽくね、目の際に入れるとかぐらいかなと思うけど、先っちょに取って下まぶた際ギリギリに目尻の方からね入れていきます。これもしっかりとカラカラブルーで主張されてますね。エルフのちっちゃいブラシ、こちらのカラーですね、取りまして、ハイライトしたいとこですね、眉下と、そして目頭と、あと下まぶたにも入れたいなと思ってるので入れていこうと思います。絵のところがミシミシ言ってるから、これもそのうちスポット抜けそうだな。黒目の真ん中ぐらいまでうっすら入れます。今日も結構クマが激しめなので、まあ、今日もじゃなくていつもなんだけどね、クマの上にパッパッと乗せてちょっと光で飛んでくれたらいいかなっていう感じで入れます。しっかり目に取って、目頭がっつりとハイライトします。一番最初のソフトブラウンかなのカラーを乗せたブレンディングブラシで全体をふわっとなじませて、でそれから何もついてないブレンディングブラシでですね、しっかりとブレンドしていきます。洗濯機以外はうちの中めっちゃ静か。基本的にうちのね、午前中がね、洗濯機の音しかしてないですね。お父さんお電話してる時はね、話し声聞こえてるけど、そこまでね、ドア閉まってるからね、聞こえないし、会話もブレンドしてこんな感じですね。仕上がりましたので、ハイライト引いていこうと思います。少し日が出てきたかな。まあね、雲のね移動によってね、日が出たり陰ったりかなと思うんだけど、本日もサニクがとっても気持ちよさそう。モーターラインいつも通り黒で引いて、際のギリギリをねブルー潰さないようにクラムで引いて、ちょっとだけ目頭にこのドーズオブカラーズのグリッターを入れよう。こういうとこに入れるキラキラのグリッターがね、もう一つぐらい欲しいなと思ってるんだけど、カラーポップのグリッターでもいいんですけど、グリッターの粒がね大きいねものがね比較的多いかなと思って、もちろんすごいちっちゃいのもあるんだけど、まあ今ね、クローズしてるからね、オーダーしてもあれだしっていうことでね、見てないんですが、ネイビーのライナー引きたいなと思いまして、カラーポップのブルーのライナーちょっと苦手なんですけど、頑張って引きます。電池がパチパチし始めた。どうもこれね、シュッとするのが難しくって引っかかるんだよね。引っ張って書いたら多分引っかかんないなと思うんだけど、そう、私引っ張って書く練習するって言ってたと思うんですけど、全然できない。結局そのまま比較的綺麗に弾けたかな。慎重に慎重に慎重に丁寧にやればいいんだね、いつもね。そうなんだよ。タブちゃんが来た。マスカラねもいつも通りこちらトライブのを塗りましょう。結構コロコロしてますね。先にこれ取ろうかな、落ちるから。まつげを掃除するの忘れた。結構塊で黒のペンシルのライナーがついてたわ。洗濯が終わるかな。終わりましたね。まだドライヤーが回ってるので、ドライヤーが止まったら洗濯見に行こう。っていうか全然時計見てないけど今何時だろう。電池切れましたね。今11時だ。順調ですね。ドライヤーも終わったぞ。ここだけまつげ仕上げたらドライヤーを見に行って、でマスカラね他の部分も終わらせて、フォトビューラーでコームまでしてね戻ってこようと思います。まつげ真剣にやっておりましたらバナナ休憩してますけど、ポイクとサムちゃんどうにも言ってくれたんでしょ、ありがとうね。雑草食ってられるいつものことよ。サムちゃんくしゃって言って食べて、なんかあったかいとこ見つけたの、うん、サニ君もいるでしょ、うん、洗濯目に行ってないんですけど、まつげやっちゃおうと思って、あと1時間ちょっとぐらいでお昼なんだけど、お腹空いちゃったみたいな。トミも出てきてるよね、うろうろしてるけど、お父さんと一緒に出てきたので、ね、お父さんも関心だから。トミ君折り返して、まあ、種類が多い、大きいよねそれ。トミ君いい子してた、うん、
普段はさ、ごめん、私の後ろついてずっと歩いてるけど、お父さんもお家でね、お仕事するようになったらお父さんの後ろね、ついて歩いてますね。遊んだり休憩するのね、楽しみに待ってるみたい。お父さんお仕事戻りましたね。じゃあ私もここのね、玉があるので、これ取れたら背丈見てこようと思います。まつげ仕上げて洗濯も見てまいりましたので、お父さん洗濯手伝ってくれた、一緒についてきて、私が洗濯機から洗濯物を出して、お父さんがドライヤーに放り込むっていう作業ですね。多分ね、今ちょっと手が空いて、でお腹空いてて、しかもお昼ご飯すごく楽しみにしてるから、早くお昼ご飯食べたくてうろうろしてるんだと思う。ということで、おこなしていこうと思いますが、今日もスーパーを使おうと思います。お父さんがお家にいるようになって、毎回ね、一緒にいろいろ家事とかしてくれますけど、さらにね、一緒にいろいろやるようになって、もうワンニャンのご飯は全部お父さんがやってくれるし、今日は夕飯お父さんお肉焼いてくれるって言ってたし、かなり楽させてもらってますが、夕方ね、5時ぐらいかなに一回お仕事切り上げて、お散歩行って、また夕飯の時間までね、お父さんお仕事するみたいなリズムになっておりまして、初日はね、サブちゃんなんでいるのかしらみたいな感じでそわそわしてたけど、それ以降は慣れてね、マイペースで過ごしてて、今も窓際で大陸と並んでねんねしてますけど、可愛いって走っておりますが、みんなね、お父さんのお家にいるなら嬉しそう。ポビコ一日中監視してるしね、サブちゃんもお父さんお父さん言ってね、くっついていくしね、サニ君もね、お父さんお父さん言ってね、甘えん坊してますね。戻ってきましたね。私もお父さんがお家でお仕事し始めてから、やっぱり自分一人の時はね、何でも適当でいいかなと思ってたから、ランチとかも食べないとか多かったんですけど、こうやってビデオ撮ったりとかしてても全然時間気にしないでマイペースにやってたんだけど、お昼までね、終わらせようとかいろいろね、そういうことも考えるようになったし、ちゃんと考えてやれって感じだけどね。普段からブロンザーね、ピーチパン使います。これどんどんボロボロしてくるんだけど、やばい感じになってきてますけど、あとね、もちろん家にいる時間が長いっていうのもあるけど、やっぱり今ね、お互いにしっかり情報交換してった方がいいから、すごくよく話す。もともと会話はよくする夫婦だと思うんですけど、今まで以上にめちゃくちゃよく会話するようになりましたね。こうやってちょっと休憩取る時も必ずお父さんね、来てくれてね、お話ししてくれるし、あと私ね、これお父さん在宅勤務になって翌日ぐらいかなに感じたんだけど、お父さんのストレスがね、だいぶ軽減されたなと思って、もう帰ってくるとね、目がキーッとね、きつい日とかあって、あー今日会社でなんかあって怒ってんなーみたいな、まあもちろん大人だから八つ当たりとかはしないけど、黙ってて全然自分の殻に閉じこもってるとか、そういうことも多かったんですけど、顔が全然違ってね、ストレスフリーな感じがするし、生き生きしてるしね、もともとそういう人だけど、ニコ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 ね、常に楽しそうだしね、とにかくね、常にね、ニコ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 ね、穏やかでね、すごく楽しそう。本当に毎日会社行ってた時と全然違う。そういった部分ではすごくお父さん在宅勤務いいんだろうなと思いますね。あんまり向いてないかなと思ったんだけど、在宅勤務始まる前からこの仕事をちゃんとしてるかしてないかっていうのをやっぱり管理できなくなるじゃないですか。で、やっぱ仕事してないっていうのがお父さんにとっては嫌なことだから、メリハリつけてね、けじめ持ってね、お父さんお仕事してるので、ちゃんとお仕事の時間はお仕事しっかりしてるので、今日は会議とかないから部屋着でやってるけど、会議の日はね、ちゃんとピシッと着替えるしね。まあこれがね、もうずっと続くっていうのであれば、もちろん自分を保っていくのって大変だと思うんだけど、まだ始まって1週間も経ってないからね、気が緩むことなくね、できてるんじゃないかなと思うんですが、チークはボロボロチーク使います。前回のね、ゲットレディを私昨日編集したんです。先週の火曜日に撮ったゲットレディなんですけど、なんで1週間後にね、編集したんだけど、アントニウムのハイライター使います。その時からね、いろんなことがバババババッとね、立て続けにね、始まってって言ったらいいのかな、1週間前ってこんな感じだったんだっていうの、まあもちろんね、うちの方はそこまでパニックにはなってなくて、落ち着いてるといえば落ち着いてるんです、本当に。まあ、お父さんのね、在宅勤務も始まり、外出禁止令も出てね、やっぱりちょっと状況が違うから、出歩いてる人は本当少なかったなと思うし、まあでもエクササイズしたり、お散歩してる人はね、相変わらず多いなと思うんだけど、編集してる時にね、思ったのは、ゲットレディー
って撮った日よりも結構後に編集してアップロードするので、ハイライターこれ使おう。もちろん今のことをお伝えするのは大事なんですけど、話題が古くなるからあんまり今現在のことを話すと、普段だったらねそこまでね状況が違うとかないかもしれないんだけど、今はねもうコロコロ変わるからね、全然状況が変わってくるので、ちなみにハイライターこのシティオブカラーのブルーのハイライターですね、使います。お話しするね話題難しいなって思って、でも今このね時だからこそこちらはこうですよっていうねこともお伝えしたいし、だからお話しすることって難しいなと思って、明日じゃまたね全然違うこと起こってるかもしれないから、まあそれは普通のことかもしれないけど、毎日生きてるからね。まあでもその世の中のことっていうの、なので今日は何日ですよって必ず言わなきゃいけないなって思ったし、そう今日何日だっけ、今日は3月の25日水曜日ですね。基本的にはね時事問題っていうよりかはね、何気ない毎日のことをねお話しね、ゲットレディはできればいいかと思ってるんですけど、ていうかブルーすっごいカラー出る、わかる、ここおでこのとことか鼻の頭もめっちゃブルーだし、ちょっとしんちゃん面白い、いいんじゃない。あでもこうなるとリップがすごく難しい、ヌード系のカラーを塗るか、あでもいつもこうバランス取るのにヌード系のカラーを塗るでしょ、そうすると面白くないなと思うからさ、どうしたらいいかねと思ってるんだけど、とりあえずスレリップグロー、最近購入したセフォラのものはこの中貼ってるんですけど、この中からやっぱり塗りたいなって思うんだけど、真っ赤とか塗ってみるおかしいかな、やってみようか。レッジが切れたけど濃くしなければいけそうですね。このレッドがね青みのあるレッド、ブルーレッドだからブルーを使ってるのでいいのかもしれない。どうかな、あ、うん、多分いいと思う、いいと思うなので、まあ、ご飯食べるからこれからねリップまた塗り直そうと思うので、はい、とりあえず髪の毛やって戻ってこようと思います。ドライヤーをかけてまいりました。髪を切ってどのぐらい10日ちょっと経ったと思うんですけど、少し伸びたのを感じるんですっていうのも、短くするとブラシがねブローしてる時に髪の毛ね全然拾ってくれないんだけど、最近ねちょびっと拾うようになりまして、あ、ちょっと髪伸びたなっていうのをね感じますね。ということで本日はこのような仕上がりになりました。本日はですねこちらナターシャデノーナのミニライラパレットですね使ったんですけども、ちょっと気合い入れてお化粧したいなっていう日に使うのにはいいんじゃないかなと思いました。本当にねこのブルーがめっちゃくちゃ綺麗で、なのでこのブルーに合わせてねハイライターねブルー使ったんですけど、久々にねこういった感じにしたのですごく新鮮です。でリップもねいつも通りね抑えたカラー塗るかなと思うんですけど、赤をね塗ってみまして、これはこれでありだなと思っております。髪が派手だからなおさらお化粧をガツッと派手にする方のがトータルバランスとしては合わせやすいですね。今この髪型だとすっぴんの方のがちょっとね浮いてるなっていうのを感じたりするんですけど、まあですが今ね全然お出かけしてないからね毎日すっぴんなんですが、なので前回ゲットレディを撮った以降ですねお化粧してないから、まあ久々にお化粧したなと思っておりますけれども、まあもちろんちょっと毎日使いには難しいパレットかなとは思うんですが、この2色はねご紹介の時にもお話しいたしましたが、毎日使いするのには使いやすそうなカラーかなと思うんですけれども、このブルーをねポイントでラインとして入れたりとかね、いろいろうまく組み合わせたので毎日使いとは言いませんが、ちょっと今日は違ったメイクしたいなっていう時にね使えるんじゃないかなと思いました。それからこちらのねリップグロスかなは、これもご紹介した時にお話ししたと思うんですけれども、すっごく欲しかったカラーなんですね。まだねどこか行く時とかに塗ってなくて、そう今日ご紹介した以降初めて塗ったのかな。すごく欲しくて使いたかったカラーなんですけど、毎日は使わないカラーかなとも思うので、こういうねやっぱりなんて言うのかな、ガツッとねお化粧する時にね使うカラーかなとも思うんですけども、気合い入れたい時とかね。ですが本当にこの使用感がすごく好きで、このパッド様のグロスはですねいろいろ欲しいなと思っておりまして、あとねもう一つすごいキラキラのシリーズが出たんですよね。それもね可愛いなと思っておりまして、まあミニサイズが出てないのでフルサイズになるんですけども、そのシリーズでミニサイズのセットとか出たらぜひゲットしたいなと思っております。
ということで本日は先日ですねセフラのねオンラインでお買い物いたしまして、今月ね誕生月なのでお誕生日プレゼントが欲しくてお買い物したんですけれども、そちらをご紹介したいなって思ってるのと、使い切りもね取りたいなと思っておりまして、そうね使い切りの時はできる限りねニュートラルな顔面にしたいって言っていたんですが、全然ニュートラルじゃないんだけど、まあとりあえずねまずはランチして、今パン焼いててね、パンの焼けるスープすごくいい香りがしておりますので、ランチ楽しみだなと思っておりますが、目標通りですね12時に終わらせることができましたので、これからですねご飯の支度をして、それからビデオを撮っていきたいと思います。それでは最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございます。また次回のビデオでお会いいたしましょう。バイバーイ。